はいどうも TCS 今回です。今回は、今日はね、次来るであろうガチャが判明したんでね、こちら紹介していきたいと思います。ということでね、ツイッターの方で、なんかイベントというか、なんかあったんですけど、こちら。なんかね、彼岸花と垂れ咲く藤の花ガチャの二つがね、これ画像あるんですけど、こんな感じで。こっちが良かったらリツイート、こっちが良かったらいいね、みたいなね、やつが急にね、来たんですけど、これがなんかね、意味がないことはないと思うんで、まあ、これのおそらく、リツイートか、いいねが多かった方が、ガチャが来るんじゃないかなって予想してるんですけど、今回ね、画像、ま、こんな感じであるんですけど、どっちかがね、おそらく来るんじゃないかなと思います。で、ま、おそらく近々来るのかなって感じですね。で、今の情報としては、結構ね、どっちも競ってて、リツイート数といいね数結構競ってまして、一応勝ってるのは、藤の花の方が、ちょっとリードしてますね。ということで、藤の花のアイテム、まず見ていきましょう。まず、藤の花が、ガチャの画面がこんな感じでしたね。こんな感じで、多分、10連600金券だったかな、これ。確かね、上から、なんか、花の花びらみたいなやつが落ちて、それが止まったとこが当たりみたいなやつだね。というのが、藤の花ガチャなんですけど、で、ラインナップはこんな感じ。当たり枠としては7個、金枠が入ってますね。で、一番大当たりは、このパラシュートだった気がします。結構 M4 もね、当たりだった気がするね。これ、最終がめちゃくちゃかっこよかった気がする。っていうね、やつがあるんですけど、これ見れるかな、どっかで。図鑑とかで見れるかな。図鑑で探すのめっちゃ大変説あるけど、この中に入ってるよね、どっか。いやー、これ、ないっすね。あれ、ないかな。見つけれないだけかな。ないですね。まあ、一応持ってるやつ見ようか。はい、藤の花の衣装はね、僕持ってました。こんな感じです。そう、確かね、銃器もね、持ってた気がするんだよね。M4 ですよね。持ってた気がするんだけど、持ってますね。で、これ最終にするとめちゃくちゃかっこいいんですよね。こんな感じなんですけど、なんかね、後ろに背負った感じが、なんかすごいオーラがついてくるみたいな感じで、めちゃくちゃかっこいいんですよね。ワンチャン藤の花来たら最終にしてもいいかなって思ってますね。まあ、あとはパラシュートとかが当たりなんですけど、その辺は持ってないかな。っていう方が、藤の花のガチャの方ですね。はい、続きまして、もう一方の彼岸花の方ですね。彼岸花はガチャの感じ、こんな感じ。まあ、似てますね。似てる感じです。これもね、ひらひら落ちて、止まったとこのやつが当たりみたいな感じですね。で、ラインナップとしてはこんな感じ。こちらも当たり枠は7個になってますね。で、こっちのガチャは、大当たりがおそらく、このパラシュートだった気がしますね。なんか空を走るやつ。空を走るやつが大当たりだったような気がする。で、こっちはね、衣装とかもかっこいいんで、かなりね、こっちも人気かなと思うんですけど、やっぱ多分、藤の花の銃が人気だから、あっちのが人気みたいな感じかな。こっちの彼岸花の衣装めっちゃ可愛いんだけどね、見れるかな？ここから見れたりするかな？あ、あったあった、彼岸花ありましたね。これこれこれ。これ可愛くない？めっちゃ。ね、これかなりね、好きなんですけどね。まあ、これと、あとね、こっちも入ってますね。こっちはそんなにって感じだけど、あとパラシュートあるかな？パラシュート。ありましたね、こちらです。これがね、かなり人気だったはずですね。これね、欲しかったんだよね。まあ、ということで、二つがね、これ、どっちがいいかっていうね、謎のイベントがね、ツイッターで開催されてるんで、まあ、皆さん良ければね、いいねと、リツイート、ぜひぜひ、興味ある方にしてみてください。まあ、僕的には、ガチャを持ってるのが、藤の花が多いんで、どっちかというと、持ってない方、彼岸花の方が来て欲しさはあるんですけど、まあ、結局これ聞いといてどっちも来るとかいうパターンもありそうですけどね。結局どっちも来るんかいっていうね。まあ、なんですけど、おそらく藤の花の方が来るのかなって思ってますね。なんでね、M4 とか欲しい方はね、今金券を貯めておいた方がいいんじゃないかなと思います。ガチャ来たら M4 はね、最終にしようかなと思います。はい、ということで、そんな感じでね、次来るガチャがこれなのかなって感じですね。まあ、なんか挟んでくるかもしれないですけど。ということで、次のガチャはおそらくこれが来ると思います。で、僕はですね、この舞桜ガチャ、リベンジどっかでしたくて、ちょっとでもね、ガチャが判明してから引こうかなって思いますね。どうしても EV 車欲しいので、ちょっとでも次のコラボも気になるので、ちょっと待ちながら、ちょっとその辺ね、楽しみにしたいと思います。ということで皆さんはね、彼岸花と藤の花、どっちがいいか、コメント欄に書いてみてください。ということでよかったらチャンネル登録、高評価、ぜひぜひお願いいたします。ありがとうございました。後半もお楽しみください。I'm stuck.
friends fight when I'm threatened. よくしてるわ、拳銃をください。ナイス。